純粋に僕のこの最後尾で弾いたものが試せますね。はい、川崎 T を着てる人いる。マジ川崎 T を着てる人がいた。マジ川崎多分10枚売れてないよ。扇 T シャツって7種類出させてもらったんですけど、ジャグラー用のこのこう川崎っていう扇があって、27、10人のうちの1人がいるらしいんですよ今日。170番中よし、これ僕にとっては両番なんでね。これ写真撮っていいですか。川崎ね、10枚売れてないんですよ。あのクラッシュとアローは100枚ぐらい売れてるんですけど、これだけね売れてないんですよ。分かんないんでね、パチスロっぽくないでしょ。ねえ、一応ゴッドイーター見よっかね。いや埋まってると思うよ、言うて80番目でしょ。あ待って、バルブレーブやろ。3、4、5、よし、はい、おはようございます、しんのすけでございます。やってきました、浜松市は中区コンコルド浜松木戸店なんです。今ね11時ちょっと前で、あのオープニング時差でちょっと撮らせてもらってるんですけども、11時開店でね結構、ま、並ぶんですよ。浜松木戸も今日並んでましたね。170人で、82番で、でまあ番長はじめ大時計は難しいかなと思いまして、ゴッドイーターも狙ったんですけれども、ここんちの店長、まあ道中でお話ししてると思うんですけども、バルブレイブ全録とか前にいた店浜松火災でやってる経験があって、今日はなんかちっとやってんじゃねえのっていうところで、バルブレイブバルバカをお届けしていきたいと思います。今ちょうどねいいとこのタイミングなんですよ。見てください、本編の方ね、いいとこのタイミングで今食事休憩いただいて、このあとねちょっと、まあ、後ろにチラッチラッと見えてますけども、最高の浜松にあって最高の博多ラーメンを食してっていう感じでございます。よろしくお願いします。行きましょう、バルバカでございます。久しぶりですね。でまあバルブレーブ撮った理由ありまして、実は先日ゴリゴリのバルブレーブ6を打ちまして、その時の挙動をお伝えするとともに、そこと照らし合わせながら打っていけばもう設定のありなしは速攻でわかんじゃないのっていう、まずテーマその1ですね、はい、まずモード移行優秀で、優秀その2が革命ボーナスを引きまくるんですよ。僕自身15回かな、あーボーナスを引いて、決戦ボーナスなんと1回ですよ。 77V って揃った回数が15回ボーナス引いて1回ですよ。やばくないですか。でもう本当にここで当たんだよね、ハマってここ600、だいたい200、あちょっと天井で300、そんな感じ。そんな中でも1回1000ここまで行ったことあるんですけど、だからバルブレーブの高設定はまず革命ボーナスの比率が優秀、あとはモード移行優秀がゆえのゲーム数でチャンス音感はまらない、この2点ですよね。でマリエ覚醒はなかったです。はい、マリエ覚醒の出現率設定ごとのやつ公表されてると思いますけど、まああんなもんだと思いますね。弾けないことの方が多いと思うんで、それよりはやっぱり弾けることが多いボーナスの種類と
おチャンス音感のゲーム数、ここに注目すれば分かるんじゃないかな。前から言ってることですね、要は。でまあここはコンコルド浜松けど、昔浜松葛西の方の店長をやってた方が この木戸店の店長になってるんですけど、非常に特徴的な入れ方をする人で、まずどんちゃん好きね、花火が好き。でまあそこを僕の担当以外なんでさておき、まあそれ以外角台が好きですね、角台が、であとはあのやるっていうとすごく極端にする。だから今日なんかずっと店内エンブレム、番長のエンブレムが無限ループしてたんですけど、今日あたりはもう番長系はもう間違いないんじゃないでしょう。ただ82番じゃもう埋まってると思ったんでこっち来たんですけどね。でこっち来た理由はバルブレーも好きなんですよ、リプレイ気持ち悪い。11ゲーム遅いけど、リーズロッテ、おワンチャン当たりますな。おーなるほど、いいぞ、この挙動はだいぶいいぞ。はい、設定6を狙っていく上で第一のハードル、チャンスゾーン、いいですね、200で当たってくれたら。さあ誰だ、キューマか。ただキューマが一番これね、リプレイさえ引ければなんとかなるっていうのはあるんで、お前いい加減にしよう、なんでリプレイ3連すんだって。まあええわ、それはそれ。はい、179ゲームは200ゾーン投資6000円。左リール赤菜狙って、中リール中段赤菜天敗で2角と。はい、追加投資7000円。あのリプレイ3連何なん、チャンスゾーン直前のリプレイ3連マジで何なんあれ、おおまたもう何なんマジ何なん。はい、ここはスルーか。おおマジか、スルーじゃねえし。はい、100ゾーンほぼチャンスアップなかったけどね。しかしながら200、100ときましたんでね、いいっすよ。これはダメだろ、さっきもこれであれだったけど、いやさすがにダメだろ、2連続これで来ねえだろ。問題この後よ、あー危ない200、100ってきて600は本当テンション下がるな。まだ200あるけど、どう思う、200で来ると思う、それとも600まで連れてかれると思う、どう思う。というかね、通常時はこうやってドキドキしてる時点でもうダメなんですよ、バルブレイブなんてもんは。さあ投資2万1000円で
200、100、400ゾーンで、マリエがいいんだけど、どうだ、まあ、最悪雷蔵かキューマだな。あー、マリエだ。さあ、ここは外せないやつだ。あー、危ねえ、あぶねえ。 OK、 さあモード移行プラス革命ボーナスタートは、これはいいっすよ。投資2万1000円ね。ねえねえ、お、いいぞ。粘ってる粘ってる。つうか15万役全然引けないんだが。今半分終わったから、あと半分レア役引かなければおめでとう。あぶねー。おー、粘ってる粘ってる。楽しい。こう全てを無に返す強チェリーとかね、ほんとやめてほしいよね。あ、やめて、もう無理だろう。おーおー、あと17ゲームね。あ、やめて、もうちょっとドキドキするんだけど。残り15ゲームね。もう危ない、もう危ない。はい、あと10ゲーム、あと10ゲーム頑張って。あー、でかいでかいんだけど、エフェクトが。もうやめて、ざけんなよ。いや、笑い事じゃないから、これ本当笑い事じゃないからね。無理やって。さあ、一回ボーナス引いて、この後のチャンスオンがどこで来るかだよね。お、エルエルフ、エルエルフ、ナイスエルエルフ。ちょっと当たってもいいよ。離します。あ、これちょっと当たってもいいね。あら、キューマ、お、お前リプレイ引くなよ。マジ本当キューマ苦手。あ、もう危ね。すごい、200、100、400の100。よし、勝ったな。今10ゲームでリプレイ引いてねえわ。うん、勝ったわ。最悪じゃん、なんなん。ああ、もうもう下手くそすぎる、本当下手くそすぎるんだが。マジで。ただ、うん、いいぞ、うん、挙動はいいぞ。まあ、刺さってもいい内容ではあったけどね。今ちょっとリプレイばっか揃ってるんで、いいです、刺さんないで。ああ、もう絶対刺さんないでください、本当やめてください。
よし、じゃあここから10ゲームカウントしようかな。これでこの10ゲームでリプレイを引かなかったら俺の勝ちですわ。よーし、勝ったな。あーダメだ、負けた。そう入ってたらこの気持ちで刺さってんじゃんかよ。ふざけやがって、くそー、なんでそういうことするかな。ずれてるね。よしよし、よし、こっからちょっと素人感演出していくわ。あ、こういう感じ。惜しい。いやマジ笑い事じゃねえよ本当に。刺さらな、させなすぎだろ。右の台がマリエ覚醒、悪くないね。まあここんちの店長、浜松火災時代は割と5台連続並びとかやってたんだね、だから5番目選んだんですよ。もし角をずらされてた場合でも対応できるようにここ取ったんですよね。2万4000円、すごい。ほんと下手、もうちょっと考えらんないぐらい下手。いやー弱いなー、そろそろ出てもいい頃合いだとは思ってんだけどねえ、しごるなら。弱者以外で、弱者以外で、ほんと弱者以外で、あ、これ大丈夫だろ弱者で。あー共闘来た、共闘来た、やりすぎ。はい、やりました。29,000円。すごいね、こうあんじゃないの。あとは俺だな、もうあと俺だな。ここまで最高のパフォーマンス発揮してるぜ俺。15万役以外3回しか引いてないからね。おっと、ここまで最高のパフォーマンス発揮してますよ。いいよね、マジで。いやでもここでぬか喜びしちゃダメなのよ、ちょっと慌てさがずね。うまいね。ここすごい大事よ、もういけ。あれうまい、うまい。
ちょっと今のは痛いわ。ここはもう一回15万薬入れときたかった。いや、さすがに大丈夫っしょねえ。いや、そういう面白いらないから、ほんといらないからねえ、マジでいらないからね。お前マジでやめとけよ、お前マジで。おーバカ野郎、ほんとふざけやがって。お前何なんだよお前。すごいね。とりあえず僕の代もですけど、僕の右も革命ボーナス3連とかだよね。その横も革命ボーナス2連とかだし、決戦ボーナスあんま見ないんですよ。やったか。さあ勝負、 70% 勝負、いきましょう。遠目だわ。革命ロース、よしよし、とりあえずお仕事成功。やりましたよ。久しぶりじゃないですか、バルバカ超革命。福岡県福間でね、辛い思いしましたからね、上あるっつってて。ただそれに迫るとも劣らない挙動ですよ。ちょっとここで飯だな。な、ここだな。70% から 90% に上がるからね。
ラクシーのあるね、これあるね、これあるよ、うん、これあるね、これやってんな、木戸店店長やったな、さては。この前打った6と同じ挙動してんだけど。おうん、90パーでしょ、100万回やったら90万回、さあビースト、はい、はいはい、はい、とりあえずサマイ数はプラスになりました。おお、やっと霊薬引いたわ。なんかイレギュラーな、ね、ここ光ったりここ、まあ、多少はあるけどイレギュラーなの欲しいよね。いいぞ、もっとやれ、一つサンキュー、今日強制しようとすんな。いやー、20セット出ない。この前6っぽい台打った時も、あの10セットのビーストハイリゼロって、まあ、ビーストハイ出たんですけど、5回目でようやく出たぐらいなんで、今まで3分の1、4分の1って言ってましたけど、5分の1に下方修正したいと思います。ありがてー、あれー、そろそろ飛んできてもいいんじゃないの。まずい、今日2回目の3ゲーム目、無音、ザ無音、おかしいな、この前打った6っぽい台このセット数でもう5000枚出てたんだけどな、おかしいな。あれこれ危ない、セットの1、24の1、どうなの、どう思う、バルバカの指揮者の方、もしくはブブブ好きなブブブブロの人、どうですか。さあ行きましょう。
セクシーセクシー、ここほんと大事な一番だよな。結構自信ある。自信あった。この根拠のないね、これ出てる人だけに許される特権なんでね、こいつ何言ってんだよって思ってる人、そう思うんだったらやってごらんね。えめっちゃ楽しいからね、もうバルブレイブ独特の楽しさですよね。やってねえのか俺か、やってんのは。まあ、や少なからずやってはいるんだけどね。危ない。絶対通さなきゃダメだな。何が何でも30セットまで乗せないと。ちょっと自信なかったな今のは。はい、27セットの1でしょ。どうですかバルバカの指揮者の皆さん、ブブブブルの皆さん、どうですか、あるんすかないんすか。ちょっと俺的にはね、あって4になってきちゃったな。引きなんじゃねえの俺の。腹切りドライブ引けないだけ。まあね、10セット腹切りしないは全然あるんですよ、それは分かるんですよ。でも27セットでしょねえ。27セットの1は弱すぎやしないか。どうだ。さあ X ゲームは106ゲームでございます。だちょっと自信ないな。さあ勝負。さよなら。いやとりあえずどうしよう。もう一周だけ頑張ってみるか。そしたらなくなったりするんだよね。ダメだ。これは毒牙を抜き始めたか。無事な。はい、まだ時間ちょっと3時までは1時間ぐらいあるんですけれども、はい、今音楽聞こえてます。ずっとね番長のエンブレムが流れてんですよ店内。ほらね、でやっぱ番長4 12台で、あとは番長0 10台。番長法に関しては多分全っぽいんですよ。一人も辞めてないですし、であと番長ゼロもまあ半分ぐらい入ってる。でもっと言うと圧縮された鏡6台もまあ半分ぐらい入ってるんですよね。でそれ以外も A タイプのミサオだとかクレアだとか、
なんだったら忍び魂、吉宗はさよならしちゃいましたけど、やっぱダイトがクソ強いんですよ。でバルブルーブも並んでると考えにくいんですよ。僕の右隣がとにかく革命ボーナス超絶先行で、でやっぱマリエ覚醒してあるんですよね、あれ多分あるんですよ。で右隣じゃないですか、で隣じゃないですか、ちょっと並んでるとは考えにくいんですよね。っていうのもやっぱ27回ラッシュ引いて1回しか腹切るドライブ引かなかった、僕の経験上あこれ読んだなっていう台ですらあと1回欲しいんだよ。27の2と27の1じゃ分母にして 13.5 違うじゃないですか。だからまあ引きずよ。あのあとこれ2100枚流しましたけど、流しますけど、打ってても全の丸では結局ないっていう終わりが見えたんですよね。どうですか、ベベベプラの人とあとはバルバカ手だれの人どうですか。僕はないと思います、あの台。はい、でプラってるしやめ、これが正解だと思うんですね。バルブレーブこれ永遠のテーマだと思うんですけれども、いう感じで気持ちのいいところでプラス800枚ぐらい、お疲れ様でした。ありがとうございました。